私がこれを曲げることができない。なぜならといえば、冤罪を認めることになる。今日開かれた熱海市議会百条委員会。27人が死亡した熱海土石流災害の原因究明に向けて最大の山場を迎えました。映像に映るこの男性は、土石流災害の被害を甚大化したとされる盛り土の前の土地所有者です。これまでに複数の関係者が、盛り土造成の指示はこの男性が行ったと指摘する中、男性は百条委員会の会場である熱海市役所に向かう車内で何を思うのか。犯人視されているのをどう思っていますか？まあそれはね、時の真実というのは変えられない。したがっていずれはそれが解明されてくるんだろうなという期待はもちろんしてますよね。あくまで私は自分のいわゆる真実を語っていく方法しかないですよ。その相手が静岡県だ、熱海市だ、周りの人たちだとなればね、自分一人の力でそれを、通していく、分かっていただくというのは非常な難儀ですよ。私がこれを曲げることができない。なぜならといえば、冤罪を認めることになる。それはこれからのためにも、やはりそういう真実を通していくということは、私はやらなければならないですね。